こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。霊視研究家のかっちゃん、むい&かっちゃんねるのかっちゃんです。はい。むいです。よろしくお願いします。こちらむいです。キャリモミさんの大好きなむいさんです。ツイッターの DM か何かで喋ってらっしゃるんですか？それは。喋ってない？コメント見るとなんか知らんけど、むいくんのことばっかじゃない？ムイの出番をもっと増やした方がいいかって。そうそう。これからもうじゃんじゃんムイ君が先陣切っていきますもんで、僕今度カメラマンに入りますから。まあムイはね、画面にもうちょい映ればね、自分でも編集してて思うけどね。そう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 。なんかやっぱね、僕ばっか出てるとなんか結構敵に回る人がいっぱいおるからさ。これからはムイ君が担当します。そして僕は。サブですいつかアンケートがやるわ。どっちのファンですか、むいかっちゃんって言われよ。俺ショック受けるでいい。少なくても多くてもなんかなんていうの、このチーム内にひびが入るんだよな。ではね、今日は今度は第2弾の、パワースポット風。なんかさっきの神社とよく似とるな、作りが。そうですね、ちょっと似てる。ただ鬱陶しいのが階段が長い。そうですね。ここから見えるんだけど階段がやばいですね。うん。ちょっとうざい。でもここもここでなかなかなんていうの、古くからあるスポットらしいのでね。パワースポットって書いてあるの？パワースポット、そうですね。そうすか。書かれてます。じゃあ皆さん、僕がまた、むいくんが、パワースポットを探してみたいと思います。むいくんで見つかるでしょうか？まずはもうね、作りがいいね。これね。もうね、最高。作り。作りはいいな。はい、むいくんです。さあ、進んでいきたいと思います。大体ここの神社ってこういうお人形さん置いてあるね。そうですね。でもね、お人形さんよりも先に時計が目に入ってね、夢がなくなったんださっき。現実的な。時計です。5時半。現実的な消火器。そこは現実味を持ってもらわないと。現実的なこれ LED ライト。さあ、小さな滝をご紹介しましょうか。ね、滝があればみんな喜ぶんで。ね。はい、滝です。ほら。ね。が流れていますね。水のせせらぎがいい音です。では行きましょう、はい、さあ行きましょう。初めての主役、初めてのお使いみたいになってるけれど、視聴者的にはどうなんですか？これで聞いときますか？ムイがこうやって映った方がいいか、かっちゃんが映った方がいいか。それやめよう。俺ほんと嫌われてんだから、意外と。で、今このなんていうの、はい、見るもびっくりする階段の前なんですけれど、はい、ここで何か霊感感じます？なんで俺に聞くんですか？思いついたことを話してごらん。むずいなそれ。珍しくすごい滑り止めを見つけました。階段に滑り止め。上りなのか降りなのか知らんけど、どっちかはこのあれで行くべきなのかな。優しいな。では登ってみましょう。見ましょうか。うん。さあ、てっぺんまで来ました。あ、なるほどね。ああいうとこにね、社っぽいものがあるんですね、ここにも。うん、順番に全部見て回りますかよ。さあ、はい、再生。I'm sorry, I know. でもおみくじがあるんですよね、なんかここに巻かれてるから。どこに売っとるんや。おみくじはどこだ。赤いやつじゃない。何？ちょっとこっち来てください。すごいものがあります。今この箱に何か紙が入ってる。おみくじかって思って、そしたらおみくじご自由にお取りください。お取りください。無料？無料なのかな。なんていう優しい神社。嘘やろ、お金入れるやな、どっかに。ここに入れるやないの？ああ、その分じゃあお賽銭入れていきますか。そう、入れておみくじ引こうよ。それはダメだよ。うん。かっちゃんも引きます？引きません。なんでこったい、夢のない。白いお金だよ。100円玉よ。うん。さすがリッチ。リッチっていうか、1円玉でおみくじ1枚もらっていきますね。白いお金って青っぽい紙でもいいんだよ。え？まさかの紙の方使いとしちゃう。夏目漱石さんとか。やるか。ちょっとそれ無理だな。すげえ勇気いる。俺東京タワーの上から飛び降りる気分で考えるぞ。100円でいいんじゃない？はい、ではむいくんがやり方覚えとったよね。覚えてません。ダメだよ。で今改めて参拝の方法を調べて、はい、まあ二礼二拍手一礼か、はい、うん、のやり方までは分かったんですけど、うん、お賽銭ってどっちのタイミングですか？これの後前？後でいいんじゃない？はい。マジなんも知らんな。いや最初の方がいいかな。後でもらうより最初にもらった方が俺嬉しいな。最初にお金渡したら、あなたもう帰れって言うでしょ。もう許せないわ。まさか神様もそんなことはあるまいよ。ない。じゃあ100円でとりあえず。はい、鳴らしておきます。鳴らね。はい。ではおみくじ最後一枚もらって。はい。ここすごい優しいね。おみくじ一枚もらいましたのでね。はい。はい。はい、ただの紙を引いてみましょう。今開けます？うん。いつ開けるんだよ。お、大吉でございます。どれ？真ん中、逆から読むんだこれ。本当や、大吉になってる。大吉でございます。初めてやない大吉って。ね、今まで吉とか吉とか吉とか。吉とか。中途半端だなーっていう。うん、あ、よかった。もうまとめ取りしてるからっていう言っちゃうけど、うん、さっき運勢を変える神社で。うん、あったじゃないですか。自分の運勢悪いようだったら、うん、ここでお祈りしたら運勢変わりますよって、うん、あの時あ、その時言ったの？違う、その時うん、かっちゃんに、うん、かっちゃんの目線から見て俺の運勢今悪いですか、うん、悪いようだったら変えようと思うんですけどって言おうとしたもん、うんうん、変えなくてよかった、変えなくてよかった。なんか俺が悪いみてえやねえかよ。じゃあもしあそこで変えてたらこの大吉はなかったよ。かもわからんな。なんて書いてある？じゃあ、うんうん、せっかくの大吉ですが結んでおきますか。そうだね、いいことが起きるよ必ず。基本的に持って帰ってるからあれだ、結ぶの結構結べん簡単に、うん、もうさあやっぱ一番てっぺんだろう。ここら辺だろう、ここら辺遠い。守備ないよ。できるんだよ。は。本当だ。笑ってんじゃないよ。もういいです、手元で。面白いな、お前。よし、よし。これがむいくんの、大吉。大吉。人生叶いますように。狛犬ちゃんの後ろにね、置いておいたので。悪いことから守ってくれるとか、そういうプラスな意見はないんやな。はい、じゃあ、パワースポットを探してください。そうですね。うん、あっちは何なのだ。みこしでもあるか、中に。みこしかな。そして、これ上のルートがどういうルートなの。裏でしょ。パワースポットを探しているムイ。ああ、裏からだな。うん、さあ。どこでむいくんはパワースポットを見つけるんでしょう。クロックスで歩くと春付きずれんですよ。なんで靴じゃないの。滑るんですけど。多分これこっち側から行く感じで割ってるのかな。大丈夫ですの。ゾウリ滑るし。あれ違くね。これすげえ。これすげえ。でっけえなんかみこしみたいなのがある。見えないだろうね、これすげえ。みこしだべ。だべ。あ、でっかいやつがあるんだ。うん、すげえ。さあ、これこっちからなの、違くない？むいくんが探しています。かっけえむいくん。もうこう。合ってるルートこれ。全然合ってないよ。大丈夫だよ。なんだよ、木がもう塞がっとる時点でさ、違うんじゃねっていう疑問があるんだけど。大丈夫、合ってるよ。さあ。クロックスでは歩けねえ場所。あれ、さっきの神社もクロックスでした。うん。だから俺今日はもうサブだっつってるやん。なんで履き替えた。すげえ歩きずれ、靴にしときゃよかった俺。すげえ、なんだこの坂道。靴脱げるじゃねえかよ、俺の通り。脱げてくじゃねえか、俺の通り。マジかね。大丈夫ですかな。大丈夫じゃねえよこれマジで。痛いゾウリ脱げる。怖い、カメラごちゃごちゃかな。いいよ、ゾウリ脱げるしよ。これマジふくらはぎ痛なるな。そうですね。あ本当の道は向こうからですからね。本当はね。あ、あっち側にルートがあるのか。そうですよ。全く気づいてなかったでしょう。はい。もうさ、動画にしづらいんだってそういう間違ったことやってるのは。本当？あまり気にしてないですけど俺。これは何なんだ。それは近寄らない方がいいと思いますよ。おっと。相当古いね。もう雨に当たったらやばいって感じの建物だね。ワンチャン崩れる可能性が。補強はしてあるから大丈夫だなきっと。白アリがすごいね、白アリ。うん。カメラ越しからもすげえもんこれ。すげえな。うわ。そのうわはいいやつですか悪いやつですか。あんまり俺は好きじゃないなこの空気は。何も感じておりませんけれど。そう。羨ましい。これはすげえな。さあ、ね、感想を。いや、いい終わったんだよ。何も感じておりませんけれど。でもお賽銭の箱はあるんだよな。こっちはこっちで入れといた方がいいのか。いや、向こうに100円入れたでもういいでしょ。50円分以内で分けてっつって。じゃあこっちルートから帰ってみますかな。さあ、むいくんが初めてのパワースポット、何にも騒がさずに何も言わずに分からんと言っておろうに何年もこのチャンネルやってても霊感はゼロだよ、相変わらず霊感と財布の中身はゼロですよね、こっちから降りた方が楽でしょ。なんでわざわざあの道選ぶかななんて思いながら俺は思ってたけど、頭の中で行けるルートが出来上がってしまったからだよだってまさかクロックスだと思わないんだもんまさかそこを選ぶなんて俺も持ってないもんなんかがっつり廃墟チックなホラーチックな建物がありますけれど、ね、あたたたた、あれは何だろう、倉庫かな。ちらっと見るだけ見ましょうか。